こんにちは、神楽坂の占いややと申します。私は手相の鑑定をするときにハンドケアを組み合わせることがあります。ハンドケアを組み合わせて手相を見ると普段隠れている線も見えるようになるからです。それではその手相とハンドケアについてこれからお話ししていきましょう。生命線は手相の中でも本当に一番大事な線、生命線が濃くはっきりしているときはもう運気も上がっていると言えるぐらい大事な線なので、他の線よりも特に意識して見てあげることが大事だと思います。で、中には二重生命線と言われる線を持っている人もいる。二重生命線というのは生命線の隣にもう一本生命線のものが伸びている、こういう生命線が伸びているの二重生命線。二重生命線がある人はもともと例えば体力的に恵まれているか、あるいは例えば病気や怪我の時に助けてもらう、そういうピンチを救ってもらうチャンスを一回持っている人と見える。なので二重生命線がある人は、まあ、そういう意味ではちょっとお得な線。結婚線がくっきり見えない人、何本かあるようだけれどもくっきり見えない人はどれか一本一番濃くなりそうな線を育てちゃう。ぐーっとたくさんいらないので一本あればいいので、ぐーっと育てるといいと思います。で、この結婚線から上にヒュッと線が出てる、分かる？この結婚線からヒュッと一本出てる、この線は結婚によって運気が上がるということになるので、結婚できてなおかつ運気が上がるように、この結婚線もったいないのでこうやって濃くする、ちょっと物足りない、もう少し濃くはっきりしてるとバッチリ。他にも手のひらにはたくさんの線があってそれぞれ意味があります。ご紹介したのは比較的自分でも見つけやすい線です。これを機会に手相に興味を持っていただき、手相の不思議と奥深さ、そしてハンドケアの大切さに気づいていただければ嬉しいです。皆さんもハンドケアで手相を育て、なりたい自分、欲しい未来を手に入れていきましょう。